シモビッチへ、シモビッチを収める、飯田が行きますが、そのスライディングをかわして中に佐藤久人入ってきている。佐藤久人、左足決まった。後半21分、佐藤久人今日2点目。1点取られた後再び突き放しました。逃しませんでした、ね、いやー今のは本当にね、まあはい、佐藤選手の落ち着きもそうなんですけども、あのシャビエル選手のワンタッチで流したところで、はい、勝負ありかなという感じですね。いやシモビッチ右サイドからこのシャビエルの柔らかさ、はい、そして佐藤下と、落ち着いてますよね。さすが J1 で、まあJ リーグであれだけ点取ってるっていうのがね、はい、まあ本当に